はい、どうもこんにちは、京子です。今回は皆さん常に意識していると思う時間についてお話ししていきます。1万時間の法則って聞いたことありますか？何かスキルを習得したり、その道のプロになるためには1万時間の学習が必要だっていう法則のことです。でも、何かのスキルを習得したりとか、その道のプロになるために本当に1万時間も必要なのかって疑問に思いませんか？そんなの嘘なんじゃないかって思われているかもしれません。私個人的な感想としては、嘘とまではいかないんですけど、その通りとも思ってないんですね。まあ、今回の動画では1万時間の法則は嘘だという話と、効率的な努力の話を具体的に解説していきたいと思います。そしてこの動画では1万時間の法則にフォーカスを当ててお話ししていくんですが、このチャンネルではビジネス全般に共通する効率化のお話とか、1回しかない人生を悔いなく自己実現するための動画もたくさんアップしています。一本一本皆さんに伝えたいこととか、動画の構成、本当に渾身の力を込めて作っています。まあ、自分の生活を見直したいとか、参考にしたいっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではお話ししていきます。まずは具体的な根拠とその対策についてお話しする前に、まずは1万時間の法則って何っていうところからお話ししていきます。1万時間の法則っていうのはマルコム・グラッドウェルが2008年に世界の成功者の共通点を分析した天才成功する人々の法則の中で紹介している法則です。まあ、簡単に言うと、物事のプロになるには1万時間の学習が必要だっていう内容です。例えば会社に勤める時間が朝の9時から夕方の18時までを活動時間とすると、1日に9時間働いていることになります。じゃあ1万時間まではどれくらいの期間がかかるでしょうか？まあ、これをざっくり計算してみると、答えって約3年なんですね。まあ、石の上にも3年という言葉があるんですけれども、こういうところから来ているのかもしれませんね。じゃあ1万時間の法則にのっとって、仕事並みに、もしくはその仕事で3年間同じことを続けるとプロ級になれるのかって言ったら、私はそうじゃないのかなと思うんですね。まあ、結論から言うと、1万時間の法則は私は嘘なんじゃないかなって思ってます。まあ、ただ単に1万時間他のことはやらずに一つのことだけやっていればプロフェッショナルになれるということがもし本当なのであれば、世の中結構な確率でプロだらけなんじゃないかなって思うんですね。まあ、そんなに単純ではないと思います。これは私の持論になってしまうんですけれども、物事を学ぶのに一番大切なものは時間じゃなくて質だと思ってます。まあ、現在の社会人の生活スタイルを考えていくと、物事の学び先って2つあって、1つ目が仕事に準ずるスキル、2つ目は仕事以外副業などのスキルなんですね。この1つ目の仕事に準ずるスキルであれば、嫌でも1日9時間それに費やすことになります。なので約3年あれば1万時間に達しますよね。しかしその物事がやらされているような仕事であれば、もし1万時間確保できたとしても、その道のプロになるってことは難しいんじゃないかなと思うんですね。好きこそものの上手なれっていう言葉があるんですが、自分事として捉えられないようなやらされ仕事っていうのは、好きでもなければスキルアップもできないと思います。まあ、心の状態がつまらないなと思いながら、何時間も時間をですね、費やしているっていうこと自体が無駄だっていうことなんですね。以前、仕事がつまらない理由は得るものがないからですっていう動画を上げてます。人生の無駄遣いをやめる方法について、こちらの動画ではお話ししていますので、まだ見ていない方は見てみてください。次はさっき挙げたうちの2つ目ですね。他にも仕事以外の学び場ってたくさんあると思います。副業とか趣味に関しては1日3時間ぐらい取れればいい方なんじゃないでしょうかね。まあ、そうなるとこう計算してみるとですね、1万時間を達成するのにざっくり約10年かかってしまう計算になるんですね。こう10年って聞くとすっごく長いなって思うと思うんですが、これもそんなことないかなって思ってるんですね。私はアフィリエイトを始めて約6、7年になります。で、その中でもサイトアフィリエイトを始めて約3年ぐらいになるんですね。業界の中ではかなり詳しい方だと自負しています。本当にアフィリエイトを始めた当初っていうのは本業もありましたし、家事とか育児の合間に私は作業していたので、到底1万時間には及ばないはずなんですね。私以外の方でも副業とか趣味などがプロレベルにうまくいっている人っていうのは、別に学びの時間に1万時間使っていないと推測します。ここまで聞くと、1万時間かけなくても成功できるんじゃないかって思っている人がいるかもしれないんですけど、普通に日々過ごしていては全くダメです。物事を効率化して時間を短縮しつつスキルアップしなければ、1万時間どころかもっと膨大な時間を費やしてしまうことになってしまいます。次の章では私が実践している効率的に努力する具体的な方法を紹介していきます。
私はダラダラと長い時間学習するよりも効率的に力をつけるためにはとにかく質を高めることだと思っています。そのためにできることって3つあります。1つ目好きになること、2つ目多方面に学習すること、3つ目指導する側に回るです。まず1つ目の好きになるっていうことなんですけど、前述した通り好きこそものの上手なれ、これなんですね。例えば体がすごく低血糖な状態の時には甘いジュースを飲みたいなって思うと思うし、喉が渇いたなって思ったら水とかお茶を飲みたいなって思うように、自分が好きな物事に対してっていうのは強く欲求して吸収しようっていうのが人間の本質なんですね。寝る間を惜しんでゲームをしたりとか、夕ご飯そっちのけでお外で友達と遊んでいた頃っていうのは小さな出来事に対しての学ぶ量が半端なかったはずなんですね。自分の学ぶべきことを好きになる努力っていうのは言葉で言うほど簡単じゃないんですけど、自分でコントロールすることができるんです。自分で自分をしつけるって感じですね。例えば私がある物事を学びたい、学習したいって思っている時に使っている方法っていうのは、ぐったりするほどやりすぎないって感じですね。まだまだやりたいなっていう気持ちを残す感じです。そして幸せな感情と結びつけるっていうこともすごく大事にしています。あとはできるようになったことを確認するっていうのも大事です。とにかく自分が学びたいなっていうことがあった時に、その物事を作業することを嫌いにならないように自分自身をコントロールしましょう。仕事から帰ってきて夜本当に寝る前のね 1,2 時間とかを作業に費やすとした場合に、寝る時間を惜しんでその作業しようかなって思うと思うんですけれども、本当にまだまだやりたいなっていう気持ちがあると思うんです。でもその気持ちを抑えてもう寝てしまって次の日に取っておくことで、次の日もやる気満々でその学習に費やすことができるんですね。あとは皆さんいろいろな好みがあると思います。好きな食べ物、好きな場所、好きな音楽、そういったことを取り入れながら学習することで作業そのものと自分が幸せな気持ちになれるっていうことが結びつくんですね。あとは結果そのものではなくて、自分が一個でもできるようになったっていうことを確認することで自分の成長を確認していくっていうことです。こうすることによってあなた自身の学びがどういうものになるのかって言ったら、好きなことっていうものに変化していくんですね。じゃあ結果としてどうなったか、結果として次の日もその次の日も自分にとってのやりたいことであり続けられるんですね。だからこそその一つの物事を継続することができて今っていう自分を作り上げていると思います。そして二つ目の多方面に学習するっていうのもすごく大事です。日本人が英語を覚えられないのはなんでだと思いますか？私も英語がめちゃくちゃ得意なわけではないんですけど、一つのフレーズとか一つの単語を一方向からしか学習しないからなんですね。日本語を覚えるプロセスってめちゃくちゃ多方面なんですよ。例えば子供がリンゴっていう言葉を覚えるときにどういう風に覚えていくかって言ったら、ある時絵本の中に出てくる赤くて丸いものをママがリンゴと言ったとか、ある時保育園のおやつで出てきたカットされた赤い果物のことを保育園の先生がリンゴと言ったとか、いつも飲んでいるジュースのパッケージには赤くて丸い果物の絵が描いていて、それをパパがリンゴジュースと言ったとか、このように様々な場面、様々な角度から一つの物事を見ることによって学習していくんですね。ラジオ、本、動画、スクール、このように学習する媒体を複数持つとか、いくつもの情報を見比べて共通点を見出すっていうのも腑に落ちていくと思います。そして3つ目は指導する側に回るっていうことです。これは私がスクール運営をしていく中で非常に強く思うことです。指導する側に回ることでスキルは急激に向上します。現在はないんですけど、以前はスカイプ会議っていうのがあって、スクール生同士でディスカッションを行ってたんですね。でその中で注目すべきなのは、指導側に回る人は、よく発言したりとかよく指摘をする人の方が成績が大きく伸びたんですね。私も学生時代に本当教員のね、父に言われたのは、人に理由を説明できるくらいにならなければ理解したとは言えないって言われたんですね。指導する側に回ることで受け身の学習から外れて、インプットしたことをアウトプットせざるを得ない状況になります。これが急激に学びを進め成長させるポイントです。自分はまだまだスキル不足だから人に教えるなんてできない、そう思うよりもまずは動き出した方が早いです。完璧な自分になってから指導する側に回ろう、そんなことを思っていたらそんな日はいつになっても来ないので、少しでもいいので一歩を踏み出してみましょう。
この動画のまとめをしていきます。確かに1日とか2日でプロのようになるっていうのはちょっと無理があると思います。熟練のとか老舗のとか長く携わっているからこその技術も確かにあると思います。でも結論、それって好きだからこそ継続できてるんですよね。今回紹介した具体的な方法って3つありましたよね。好きになること、多方面に学習すること、指導する側に回ること、このようにして学習の質を高めていくことで絶対的に1万時間の放送でなくてもある程度短縮してその道を極められると思います。この動画がすごくいいなと思ったらグッドボタンよろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook、Instagram もやってます。私の日々思っていることとかをつぶやいていますのでフォローよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。